地区北村立成南中学校は長野県東地区間筑地区北村東場一番地にある公立の中学校である。2019年現在の生徒数は64名。出日合憲にして道を開くを学校教育目標としている。1950年に本城村に創立され2005年10月の平成の大合併により地区北村が誕生し、 地区北村立西南中学校と解消した。2007年3月には科学技術振興機構のサイエンスパートナーシッププロジェクトの SPP 講座型学習活動に採択された。2008年に総合的な学習の時間を用いて新生代第3基礎からなる地区北の大地を探る研究が長野県学校科学教育奨励基金の交付を受けて行われた。 2010年には、生徒会が主催となって3トンのアルミ缶の回収を行い、長野県知事より循環型社会形成推進功労者知事表彰を受けた。尾身村教育委員会により、尾身村地区北村学校組合率地区北中学校との将来的な統合も検討されていた。地区北村教育委員会からも2010年12月6日、 中学校を2012年4月までに一つに統合する案が示された。2014年地区北村は、地区北村独自の学校統合に方針を変更し、尾身村地区北村両村の学校統合は立ち切れとなった。地区北村の本城地区、坂北地区、道村の堺地区は、上記の尾身村地区北村学校組合立、地区北中学校が学区となっていたが、 2020年4月1日から全村が通学区域になった。1978年より実施している清掃で、清掃の時間の間、男子生徒は1年を通して、上半身裸に短パン、女子生徒は体育着で頭に手拭い、タオルを巻いて、どっこい、どっこいと声を出しながら雑巾がけ等を行う。かつては校内のトイレの便器を外して、 どっこいと声を出しながら便器を磨いて清掃していた。以来、ほとんど形を変えず学校の伝統として継承されており、県外外のメディアにも取材されたこともある。ありがとうございます。